の布団が太すぎると話題です。透き通るような世界観が人気を集めているブルーアーカイブ、プレイしていない方もショート動画で回ってくる先生ちょっとお時間いただけますかシリーズは見たことがあるのではないでしょうか。ここで登場しているゆうかちゃんは初期から登場するキャラなのですが、人気が半端ではなく、初っ端から可愛いキャラ登場したけど後々最も可愛いキャラが更新されるんだろうなと思っていたら、結局こいつが一番可愛かった、ゲームの初期キャラでこんなに愛されてる子なかなか珍しいような気がするなどと言われる方なんですが、その中公式が新たに投稿した動画が話題になっています。こちらの方のツイート、ちょっとさすがにアリスとユーカの太もものサイズ違いすぎて笑ってるというものなんですけど、確かにサイズが規格外ですね。エトミーはただでさえ細いアリスと太いユーカを並べるのは悪魔の所業である、3倍くらい差がありそうだなと驚く方や、なぜ笑うんだい、彼女の太ももは立派だよ、これのためにブルアカやってるまであるなどと大興奮する方まで現れ、この一件はツイッターのトレンドにまで入ってしまいました。相変わらず平和なトレンドですね。なんですが、現在ツイッターでユーカの太ももと検索をするとサジェストには固定資産税と出てきてしまいます。こちらはあまりにも太すぎる優香の太ももに対して固定資産税をかけた方がいいのではというネット民の思想から来る概念で、ツイッターでは激論が繰り広げられたりするのですが、中にはガチで納税額を検討する猛者まで現れました。ちなみにこのツイート、文字制限の関係で中途半端に終わっているので、リプランでいや草140字制限に助けられたなどと言ってる方がいて笑いました。さて、そんな優香の太もも、実は過去に運営からナーフをされたことがあるようで、リリース前の時点でファンたちから下半身太くないですかという指摘が寄せられたことで、このように若干細く修正されたそうです。エトミンからは初期のユーカマジで団子だったからな、ナーフされてこれなのほんと草などと言われていたり、怪奇な方だと頼むから考え直してくれ、ユーカの太ももナーフを許してはならないと極限の太さを追い求める方もいました。ちなみにユーカは今年に入ってからタニタとコラボをして音声体組成計を発売していたりもします。ユーカの声付きというこのファンキーな体重計に対して、エトミンはとんでもねえもんを出してくれたぜ、ユーカに乗っかるってことなどと大興奮していました。タニタ公式の商品説明欄にはわざわざ100キロは測定範囲内ですの文字が記載されているのですが、こちらはストーリーで登場したユーカは100キロだというかわいそうな噂から来ているので、ファンたちはなんでこんな注意書きあるんだろうって思ったけど察して笑った、タニタにもユーカの体重100キロだと思われてませんなどと突っ込まれていましたね。どうでもいいですが、ネット上でチャット GPT を論破してユーカの体重を100キロだと植え付けた猛者がいたので、私も挑戦したところ無事論破することができました。ユーカの体重は100キロです。絶大な人気を誇るキャラであるユーカ、実は今回問題となったこの動画はユーカの誕生日前日に公開されたものだったので、誕生日より太ももの方がツイートされてる不憫な子と哀れまれたり、ユーカの誕生日ってことはユーカの太ももも誕生日なんだよねなどといった狂気のツイートも見かけましたが、それだけ愛されているということでしょう。アニメ化も決まっているので今後の供給が楽しみですね。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。